お疲れ様のデスキですね。こちら骨だけでやっていきます。もうそのまんまですね、骨だけでいきます。で、骨カードが結構あって、なんかね、スケブ縦戦もありの、キョスケもありのみたいな、はい、あとスケラとかもかな、はい、骨が湧くって感じで、意外とスケ系のカードがいっぱいあるんですけど、まあちょっと今日は厳選されたね、この8名でやっていきます。まあ今までね、このスケデッキといえばもう絶対巨大スケルトンみたいなとこありましたけど、俺の中ではね、あ、やべ、なんかやめてちょっとマイティがね、その強すぎて、キョスケもなんか切り刻まれてね、何もできないみたいなことがね、よくあるんですよね、対マイティに。そんなのでさよならしました。まあ、その代わりちょっとで全体的に高回転で、まあ、呪文もないのでこれ削れないんですよね、あとちょっとが。だから攻めカードも多めに、スケバレ、バルーン、ウォールブレイカーでもう攻めまくっちゃおうぜみたいな、はい、デッキでございます。そして安心安全なね、墓石、墓石もね、そのクエイクに弱いやんって思われるんですけど、まあ、クエイクってでホグぐらいにしか入ってなくて、そうなってきた時にホグライダーをね、その逆サイドの端前高め墓石で受けれるんですよ。まあ何言ってんのってなると思うんで、ちょっとこの後またお見せするんですけど、さあもうこれだけでもう骨がいっぱい、右も骨、左も骨、いやーん、すげえ。このなんかいいね、ソウルコールとの相性がまたよろしくて、からのさあインチキオールブレイカーズリー、これね、なんか知っとくだけでオールブレイカー上手くなった気分になれます。はい、てかまあ上手い人はみんなしてきますね、何でもお散歩、はい、お散歩しとけばいいと思ってる、その通りなんですけど、あいつだけでね、別にミニペだろうがプリンスだろうが何でも守れます。ここの墓石でホグって釣れるんですよ。まあこれダックプリン壊されるんであれですけど、でこれの墓石を徹底できるとホグクエイクに対して結構相性よくな、相性いいというか、まあ、戦えるようになりますね。その墓石のロイジャイでもですし、まあ、墓石デッキなんでも、墓石で逆サイドでクエイクを避けていく。さあなんかいっぱい、あ、すごいスケルトンバーだな最近はね、そのスケドラとかもちょっと強いから、単純にね、このドラゴン強い、墓石強い、まあ最近強いな、どのカードも強いんですけどね、正直インフレがやっぱ続いてるんで、限界突破が際立ってるだけで、それ以外のカードもね、強いカードいっぱいあるんでね。さあどんどん行きましょう、よろしくにゃん。ちなみにこの今グラチャレなんで、限界突破はね、いない、平和な世界ですね。はい、限界突破ロケットとか来るとね、これもうぐっちゃぐちゃにされちゃうんであれですけど、あー、なんか危ねえやつ来たわ、クラロア1の秘書。いやまあこれはね、できるだけ低め低めで受けてよいしょ。いやもう何でもね、お散歩しとけばいいと思ってる、まあ、その通りなんですよ。からのクッキン起動できます、はい、お願い、いいよ。しかも一応ソウルコールしてロケット押しのエイムを見ていきます。あー、まあぼちぼちいい M してたな。てかロケホンマザニックはきついやん普通にきついって。あ、待って、これ釣れるか、よかった。しかもキング起動したのがでかいね。いやー、まあ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 、いや全然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 からのこれマーが来る、美女ガバック、まあまあ、いやー、頑張れる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 。ちなみに329はマジバルーンの爆破かスケバレの落下かみたいなねとこがある。いや、この遠距離多いて、このきついじゃん、たまたま遠距離が。このデッキさ、ソウルコールでメガナイトを溶かしたい。いやー、はみ出て落ちる。いや、さ、強すぎ。
で、これも、まあ、スケからのオールブレイカー。てか、オールブレイカーだけで釣れんのかな。さあ、マジ、これがね、ずるすぎて。何でも守れます。さあ、暇だし、スケバレでも飛ばして。まあ、負け筋は、あいつですよね。ピンク。紫か。でマジアチャみたいなね。いやー、あのマザネクだけやりたい、本当にやりたいです。そっちの意味じゃねえよ。うん、 OK、 しばけた。うっ、やばい、多すぎるって。ちょ、遠距離多いな。だから一旦低めに出して、スケキン直当てね。8枚目が来る。うー、マジピンク置いて、いやでもでかい。ああ、もう大丈夫です。そこだけやっつけてしまえばね、あとはスケドラとキングギドが何とかしてくれる。さあ、ナイス。いや多分強えんだよな、強えカードいっぱい入れてるだけっすもん、言ったら。ちょ、無敗でいきたいな。これロケ砲飛行がマジアチャ飛行が結局両サイド振りまくればなんとかなりそう。さあ、575位、やります。まあ、嫌なのはマジアチャオールブレイカーです。はい、それ以外のデッキだったら全てに勝てそうな気がしてます、このデッキ。さあ、ゴブリン、まあ、ホグとかね、ディガーとかその辺でしょうね。おー、いや、これもうロイジャイだとして、対空内読みのバルーンにファイボかライトニングで、さあでかいね。ファイボだったら一発入ります。お、さあでかいね。あー、でもこれ墓石を M にしてもよかったのか分からんが、いや、でもウッド使う。いや、痛いな、めちゃめちゃ痛いな。いや、でも待って、右の入ってる量が、右じゃない、左の入ってる量が、あ、化け物からの、これウッド裂いたんで、ウォールブレイカー確実に入る。はみ出て、はみ出て、はみ出て。いやー、めっちゃいいファイブ来た。まあ、ここにはウッドがあったとしても、落下ダメ入るんで、幸せね。いや、ウッドない、しかも。はみ出ろ。いや、惜しい。さあ、それは許しません。墓石延命したかった。いやー、いいね、いいね、いいね、地球打ってくんね。ゴーストくせえぞこれ。さあ、耐える。いやー、1本落としたいな。フェニックス裂いたら逆体バルーンで徹底でよくて、まあ、ファイボ、多分ファイボだよな。ファイブ打ってましたね、ファイブウッドでしたね。ゴブリンいないんでウッド使ってくれたら、あとはもうバルーンでいいやん。いや、バルーンでいいやんってなるんですけど、まあ、せっかくならこっちを削りたいみたいな。左はもう落ちるんでね。よしよしよし。で、あのバルーンにファイボをね使うってなると、このスケドラが使わない、使わない。いや、でもだいぶ入る。あー、そのロイはね、いいロイよね。俺はこれどんぐらい守ろうかめっちゃ悩んでるんですけど、まあ、骨で意外と、あ、でもこれではもう一旦逆サイ行ってもらって、はい、インチキして、いや、マジこれやばいよな、クラロアのウォールブレイカーの闇、その隠れぶっ壊れ、まあ隠れてもないしね。いや、マジでやばいよな、冷静にやばい。さあ、もう始まり、ポンポン。いや、ウォールブレイカー、さあ、なんかむずいね。足遅くする？足遅くした方がいいんじゃない？あれだって足遅くするか、なんかむずいよね。2体ひっついてるし、綺麗に逆サイ持っていけるし、足遅くしてもなんか釣れそうだもんね。どうすればいいんだろう。足遅くするか、いや、むずいな。オールブレーカー釣り優秀すぎてさ、2コストでできちゃうんだよね、あれが。
どうすれば阻止できる？できないか。あ、待って。ああ、壊れるのは嫌よね。これ、釣られないのかな？ああ、圧着衣の方か。さあ、これは、ああ、マジアちゃん、いるかもね。そうなると、俺からしたら嫌ですよね。っていうね。よたぎがいい。いやー、綺麗なタイミングで消えられる。これさ、でも、もうソウルコールバルーンで、一旦運ゲーしていい？いや、ソウルコールこれ。いや、一応やっとく、一応ね。さあ、レイジー。いやー、圧着いないと2発入ってほしい、これ。もう一発。にゃー、でかすぎー。いやー、いい火好きですね。ボンバーだけで。あ、よくあるよね、これ。むずい、地味にむずい。さあ、まあ、リークは多いんですけどね。その、マジアチャっすね、俺がだるいの。あ、ちなみにこれ、これで無理やりバルーン行くと、絶対1本折れます。まあ、すげえカウンター来るんですけど、まあ、ええか。絶対1本折ってほしい。ソルコール、うん、このカウンターは、まあ、一応バルーンの落下ダメで、まあ、折れないのもやばいし、まあ、11削れるなと思って。シップやっちまもしかして。うわぁ、ヒースピやばいね。ヒースピやばいね。なんかマジアチャをさ、回復されちゃうと。うわ、でけえ、それ耐えたの。やられてほしい。でかい。あります。あってほしいです。絶妙に耐えてます。いや、マジでマジアちゃん、嘘やん。耐えてます。これは勝ちました。すれ違っても一コスある。タゲが好き金。うわ、待って、タゲそっちはやばい。嘘やん。マジで嘘すぎる。嘘って言うとし。リターンスケバラの落下届けるわ。ボン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 。お前マジで。やめろって、ちばろって、ボンバやめろってば。ナイス。いや、あぶねえ。いや、マジでちゃん嫌なんすよね。そう、まあ、マジアちゃん、マザネクロ結構遠距離のね、範囲それだけですね。まあ、そこ引かなければ、まあ、引いても勝てるんですけどね。さあ、おっちゃん、いい名前だね。よろしく。俺と同じ可愛いスタンプ使ってる。一旦ね、ラーパーとか、あ、ちょ、メガネドールベーカーですね。これはガゴ咲いたら、うっ、これで圧着衣が寝てくれれば。あ、めっちゃいい圧着衣。お願い、一発だけお願い。うっ、なあ、やばい、デッキバルタのよくない。いや、でも、あ、その相手の、いや、ここは、いや、耐えるがね。よしよしよし、
相手のね、まあ、ガゴをスケドラで突破してしまえば、アチャクイぐらいだったら無理やりバルーンで突破できるんで、まあまあまあ耐えるが大事かな。耐えてしまえばこっちのもんみたいなのがないかな。うわえやば、若すぎだろ、若造おっちゃん。いや今のすごいな見てからあれいけんのかな、構えとかないといけないのかな、あそこのタイミングのザップ、ワンチャン読みもあるよね、わかんねえな。さあスケギン出して、これメガイドからね、偉いね。まあ順番っすよね、カードを割く俺は。まあこれだけでうざいやんからの、まあこれバルーン行ってもガゴあるんでってなるけど、この一旦ね見て、いやーいいザップ。いやでもソウルコールがちょっときつそうだな。よしよしよし、ソウルコールが、いやソウルコールがめっちゃいい。いやこれ今バルーンありだ、いやーめっちゃいいお散歩で、右はまあ多少受けていい許容。あっちくり回してきたな。お範囲にしばきたい。いやこれめっちゃいきたい。メグナイトからのガゴが一番嫌かな。いやー背中ね、いやーうまいねそれ。いやでもマジで気持ちで、うわーでかすぎ。270めっちゃちょっとに見えてマジで遠いよな。ヤザップでしたね、スケドラヤザップちょうど耐えるんですよね、奇跡。いやーマジで一旦耐える、見えにくい。うーめっちゃいい攻めきたけど、これどう、ザップ使うよね。うわ落下ダムで勝てる、うわーでかすぎでかすぎ、やぶねー。最後なんか詰め方がねうますぎたよね、危なかったわ折られててもおかしくなかったけどね。スケバレがね意外とあのアチャクイ受けになるっていうちょっと便利なんですよね。さあだいぶ順調よ、いい感じだね。スケバレの防衛とオールブレイカーのあの逆サイズリって、あれがもうずるい、強すぎてなんとでもなっていく。さあ相手が対空少なかったらね、もうバルーン飛ばすだけで幸せ。もうこれはまず施設がボムテスラ、おーテスラだと怪しいな、クロスとかかな。テスラか、まあ、ホグの可能性もあるんですけどちょっと薄いよな。いやめちゃめちゃクロスなんだよなバルキリーが。いやーウッド冴えてるから、あー配慮じゃなかったらいいよ別に、お願い。あーいやでもちょっとうざそうこれ。いやー渋っ。さあま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 あアチャクイテスラね、まあ、突破方法は、まあ、相手が5だったらもうグッドゲームで一旦お昼ご飯挟んでくるんですけど、ファイボじゃない場合はスケドラが結構強いんで、スケドラ出してアチャクイ咲かしての逆サイバルーンとかは結構あり。あれテスラお前働くなそれ、もう一枚いるよ。バルキリーも嫌なんですよね。
いやトルネ使った。いやロ、いやロケはロケで嫌なんだよ。やべ待って、何も考えず変なバルにした。あーロケにしたね。にゃー、いや熱いです。こっちの方が多分俺からしたらいい気がする。タイボで完全引きこもりをされた場合に絶望に、なる気がした。まあ、もう絶望ではある。え意外と、いやこれ、いやそのテスラ強いってさっきから一発うざいんじゃない、このスケトラ。いやでかい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 、このスケトラのダメージ狙ってます。近畿か。いやまあ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 、まあ、いいんですよ、いいんですよ、全然いいんですけども、嫌ですよ。あーいや正直ありがたい気がする。おお前マジか、やる男だね。いやー石膏びっくりしたよ。取るね。お重い、オールブレイク重たい事件。いやこれロケで追いつかれるんですよね。だから左に固めて、やべ終わる、やべ終わる、うわマジで、あマジでクロス嫌い、本当にクロスだけは倒してほしい、継承し、マジクロスだけは、マジワンチャン、マジワンチャン事故ってくんね。いやー事故らないよねマジで。おい頭かゆいて。あ今相手のロケット俺の感覚的にキングに打ってた、知らんけど。ああまあクロスは無理よ、無理、はい、よし切り替えて、あれは例外なんでね、一瞬別ゲーになっちゃうから。俺が得意なのはクラロワであって建築は苦手です。さあダークプリーもこの時点で幸せマッチアップ確定。なんだ、まあ、ロイかゴレかって、エリジャイもあります。エリジャイやめて、おおスパちゃん、まあ行ってもいいが行かなくてもいいんで。でこれソウルコール試させていただく。さあこれでスパーキーの陸受け準備第1段階完了。まあ一旦ね、一旦ごめんな、スパーキー、スパーキーじゃねえ、スキキン行っていいよな。あれなんか微妙だな、ごめんなさい、うわそれやばい、あこれやばい、なんで、そっか柳雨あるよな、やば強っ、え柳雨レイジ、ん柳雨レイジも回るか、やべなんか変なチョコした、もしかしてやっちゃった、ちゃっちゃ出してくれよかったな。あーグッドゲーム、これ死んだふり作戦いきます。対空がなんかないんじゃない？おおマイグッネス、やべ。ちょっと待って、エレキフェニー、エレキフェニーやレイジね。いや、はじめまして。いやー竹取れたんで意外。
一応この辺にしとくか。いや、まあこっから勝つんがね、クラロワって楽しいじゃん。そうやって甘えてね、こいつには勝ったとか思ってね、甘えて攻めてくるんでしょう。素晴らしい甘えです。これだってもうバルーン行くだけさあります。いやあります本気であります。やばすぎ。マジである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 マジマジマジである。いやこれさ、どうやったらと思って攻め通る。加速させろ。あ、逆逆逆、これ前と一緒、ごめん、逆なんです。あ、でも逆に難しいんだよ。おおおバルーン、いやこれさ、うっ、エレキの方が先に出したいっしょ、相手。あー違う、焦げたやつ来た。え、マジある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 、エレキじゃねえ、全然俺。あー、バルーン入った。え、ロングローが入って、おーい、マジかよマジ嘘、ほんとこれ。いやー、でけえさあ、追加では12ウィン。いやまあ最初の1本ぐらいならね、もう全然上げる、全然上げる。ふぅ、さあ危ない試合をしてしまったが、ハンター出したらさ、もう最近のデッキはロイジャイでバルーン止まんないみたいな。あれはまあ、あれもありゃまあ、ああそれ嫌だな。いや、あちこやるんかい、アチャクイハンター。マジでわかんねえな、知らない。あ、でもゴースト、まあまあロイか、普通だったらロイっすけどね。珍しい路線で行くならば、なんだろう、ロイっすね、トリコンどう考えてもロイジャイになります。これはアチャクイ型ね。まあエレスピよりはアチャクイの方がいいんじゃない、知らんけど。こっちが先でハンターなんで、こっち怒ります。ファイブ打たなきゃ。おエレスピもあるね。まあ一旦一発入ったよね、入ったけどみたいな。あ、俺範囲でしばくそう。でかい、そのロイ。おいしい。ラッキー。さあ、範囲攻撃。からの？いや、まあ、スケバレこれ左か？で、右ワンチャンオールブレイカー追加まである。トリトンで引っ張ってほしいけど。裏ゴース？あー、でもはみ出るよ、これ。ウッドどっちに使いたい？そっちに使うと逆折れる。さあ、でかいね。よし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 。さあ、あとは守ればガッチリです。守れんのって話、わかりません。2本目取り行っちゃう。あ、ちょっとハンターやだよね。まあ、だからこれまた範囲で、あれ範囲がお得意な、この計算だけできます。あ、でライトニングだったんだ。あ、それは渋いね。うん、なんかいろいろ来なくなってちょうだいのオールブレイカー。めっちゃ綺麗なウッドだけやめてほしい。いやー、ウッドないやん。さあ、いや、またこれ、あのさっきまで勉強した通り範囲で
また範囲で、この範囲で気づいたらゴーストお亡くなりになるっていう、はい、数学は苦手ですけどね、この範囲計算ぐらいなら、はい、オーケー、拍手ありがとう、やつよ全然なんか環境のロイジャイとかしばいてるわ。さあ骨だけデッキ、まあ強化され続けてますからね、環境の可能性もまあちょっとあります。さあというわけでこちら骨だけデッキ、まあクロスはね、もうクラウドじゃないんで、はい、仕方ないです。ぜひねこちら使ってみてください。ではお疲れちゃんです。またね。